いるはずなんだよな、いないの、あれ、オタ、オタちっけの、肩切ってやる、やめろや。ほんでバブルスライムどこにおんねん、ほんとに。ほんとっすね、うん、一旦回復したいわ。あー、一回宿屋行くね。あ、ちょっと待って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 、鎖片びら普通にめっちゃ安く売っとる、100円や。え、うわすごいな、ここに社会に祝日を感じるよね。そうですね、マジでマジで。あ、そっか、今装備品ちょっと預けてるなと思って、預かり場に持てたら、うん、いやその前に、はい、きらめきインク持ってこいよって言われた。そうだね、そのためのそれなんだ。そのための、困るな、行きましょうか、じゃあもう一回探しに。そうだね。あ、寝たいんか、兄貴さん。あ、もう寝たよ。あ、自分一人だけ寝た。なんか一人ずつしか寝れんから。そうなんだ。めっちゃかっこいいじゃん、これ。めちゃかっこいいな、それ。代理人。代理人グラドマン。後ろなんかめっちゃかっこいいじゃん、これ。え、何これ、コーセルみたいな。これ着たい。いきますよー。はーい。どこだ、はい、この道。フォロー外れるね。あんまり遠いと思うんですか。あー、先生喋っとるだけ。よし、あ、だいぶ見た目変わったな、みんな、ね、変わりましたね、うん、アニキーズとか。あ、アニキーズだいぶ変わったな。同じ装備やね、ちっちゃいで分かりにくい。アニキーズだってなんか一人20とかダメージ変わったね。20はいってえよ、ね、何じゃ、物乞いみたいな格好してた。あれはひどかったな、うん、東から出ようっつったなぁ、ねえ、どういうことやねん、どうするこれ。扱い場でも行きたいな。このさ、左上は逆に行ってないでね。あ、なんか行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう、さ、そう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 。バブルスライム見つけるのに何日かかったの。出来上がり、出来上がりどうなってるでしょうね、楽しみだわ。トークがね、メインなんで。そうだね、ラジオ感覚で聞いてもらったら。そうやね、あのこれ幸いよ。そう、あの左上なんか、そうやね、あの細けいとこか、ね、なんかそう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 、迷路みたいなとこ、ああ、これにあるかもしれないね、もしかしたら。その途中に太鼓の主と会うんだよ。置き去りにするよ。マジかって言ったら置き去りにする。兄貴についてこ、あ、俺に、ね、ついていく。よし、走れ。楽、めっちゃ楽でしょ。楽ですね。でもなんかちっちゃいキャラの方が、うん、足速いように見えますよね。なんかね、足の動く数が多いから、うん、早く見えるよね。これオーガでさらに最大サイズだったね。めちゃでかいサイズだ。見てほしいな。だよね、マジで。あとその手には入れたけど、売ることも装備することもできないアイテム、どうしたらいいのかちょっとコメント欄で教えてほしいな。そうですね、なんかそのリセットできるのかとかさ、まあ、売れるようにわかんない、できないのかな。おお、そうでない限り絶対そっちの素材行くと思ったけど。はは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 は、絶対行く、絶対行くと思う。僕にとも僕の方、どうの構成か一緒なんだね。うん、さあ本命の道やここは。うん、やっとね、来たね。遠目で見ても全くいない感じ。いたー、いた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 。ほんとや、いたぜよ。こんな遠くに設定する。マジ遠かったな。いやー、で、でも落とさなあかんのな。あ、でもなんか今何が、今何、なんでしょうね、お目当ての敵だよって。あれかな、
おザコメ。おー、きらめくインク落とした。おー、やった。あ、絶対落とすんだろうな。なるほど、逃げてくるあいつ。じゃあルーラストーンで。おーい、いやあ、かっこいいね。え、ねえ、楽しいな、こうやってて、うん、結構あれだよ、この収録楽しいよ。楽しいよ、ね、ねえ、うん、まあ、よく通やった今だから言えるみたいな。うん、大変だったよ、大変やったね、あれは、うん、本当に心構えが必要だったもんね、結構な。そうですね、簡単にやってるように思うけど ね、うん、結構心構えがだいぶカットするからな。そうな、うん、苦しみが半分ぐらいでやっぱ放送されてる。そうだね、ファンキーズぐらいじゃない、ドキュメンタリー。そうだね、終わった時間。よし、きらめき銀行渡します。はい、この深く艶のある黒色、私どもの所望したきらめきリンクに間違いございません。お、サインをするよ。あ、にじむことがないんだって、薄くなったり。あらま、にじんだり薄くなることがないのです。なるほどね、ちゃんと責任を持って預かってくれると。なるほど。お、クリア。よっしゃ、経験値もらえた。経験値の古文書代もらいましたね。使っていいのこれ。じゃんじゃん使っていきましょうよ、うん、いけ。レベルが上がらなかった。上がった。あざっす。いいね。あ、じゃあ預けちゃおうかな。はい、うん。お、町の間にいる案内係に話しかけて旅のコンシェルジュの利用登録をしよう。何それ。今次のクエストが変わりましたね。お、行く。はい、宿屋さん。ビョルン。ビョルンに。お、サービスについてのご紹介です。お、登録するなんて毎週金曜日にゴールドやチケットが支給されるサービス。ログインボーナスみたいな感じ。元気チャージ交換サービス。遊んでない時間を、え、遊んでいない時間を経験値がたくさん稼げる便利アイテムと交換できるサービス。何それ。サプライズプレゼントもらえた。お、なんか妖精の何姿見。妖精の姿見と言います。この鏡をご利用いただくと実際に着替えなくともさまざまな装備を身につけた。あ、へえ、うん、あ、じゃあ見た目装備が実装できると。そういうことじゃない。あ、やったぜ。姿見ゲット。元気玉交換サービス。遊んでない時間元気玉もらえるみたいですよ。めちゃくちゃいいやん。遊んでない方がいいやん。じゃあ遊ばない方がいいっすねよし、じゃあ取りに行きましょうか。スライムベース倒しに。うん、えい、簡単でしょ。すぐおったもんね。すぐそこにいましたもんね、うん、アストルニウム。京都ルニウムですよね、この。そうだよね、簡単だわ。よし、行くぞ。はい。めっちゃ機能あるやん。ねえ、めくるめく冒険の香りがするしますね。かぐわしいですよね。かぐわしいな、これずっとできるわ本当に時間忘れてもらうな、これ、はい、これでもすぐ売るでしょ、ね、めっちゃめっちゃ会いたい、ね、うん、いや多分これをこのクエストをクリアした時の報酬結構美味しかった。3700円。マジっすか、うん、達成。しかもなんかウルベア金貨もありましたからね。あ、マジ。おー、いいやん、金ね。めっちゃいいや、うん、あ、簡単に手に入った。えい、ワンパンです、ワンパンバブルスライムって取ったけどね、労力のスライムおー、すごいあるやん。ほんとっすね。必死人やもん、遠いねえ、経験値こっちの方が多いのに先生な、この頭の見た目装備を変えたいもん。変えたいねえ、変えたい、ほんとにねえ、うん、3人ともこれやし、うん、そう、いい表示ができる。あ、マジで。へえ。
これで今頭外した状態で今これで鬱陶しいピヨピヨがなくなりましたあ、ほんとやね、できた。じゃあその間にちょっとクエストをクリアしようかな。これでじゃあ僕らは、うん、遊んでない時間帯元気玉を受け取り続けれると。そういうことか。どんなもんかわからんけどね。レベル上がってほしいな。上がれ。よっしゃ、レベル20に上がった。うん。お、兄貴なんか海王神みたいになってるやん。海王神。海王神やん。なんで海王神や。海王神様や。ただの海王神やそれ。兄貴ですよ。ね。なんで白い白髪にしんかったの。あ、白。うん。本当やね。目も海王神っぽい目あったやろに。多分海王神を意識しなかった。全く。あ、今言われて。そう。元気チャージ効果。え、何これ。現在元気チャージが301時間ございます。うん。で、いろんなこう元気玉とか超元気玉とかメタル迷宮招待券とかに交換できるみたい。食べた方がいいね、じゃあね。そうですね、全部使ってまうかな。それとも普通に22時間経ったで11個もらえるのか、これは使ってまうとゼロになってまうのかね。うわ、そのあ、でもそんなことないか。え、どういうこと。元気玉は今11個持ってるんですよ。あ、そういうことか。所持数なんで。なるほどなるほど。あ、じゃあメタル迷宮招待券でも返しの時期とか出えへんしないな。メタル迷宮招待券ちょっと、これは港町レンドワイにいるドロシーさんに手渡すとメタル迷宮に行けるので。あ、いいやん。これをじゃあ1枚交換しといて、これ3人で行けばめっちゃレベル上がるんじゃない。本当ね。あ、じゃあ俺も待って、まだ俺159時間しかないんで。オッケーオッケー。じゃあ次のグレン城の。え、どうやって兄貴さん外したのそれ。頭マイコーデに登録できませんみたいなこと言われたけど今。うん、なんか俺装備の顔コーデのエンゼルサイムを非表示にしてるわけです。あ、そうか。あ、非表示あるじゃないですか。あ、ありがとう。本当だ、マイコーデ。あ、マイコーデ関係ないのかもしれない。なるほど。よし、行こう行こう。はい。なんか3人でボス倒したいですね。ねえ。あの、なんのかな、ボス的なもの。違う。ニドルグ。この先は爆動王が追わす玉座の間。王は我が国の兵士になりたいと志願する者のみにお会いになる。うん、これはなるよ。じゃあ、あ、じゃあ俺も。うん、これはイベントは一緒に見とるのこれ。いや、これ別々だと思う。別々。あ、そうなんだ。爆動王どうなさいました。エイドス様が来てくださったんですよ。あ、エイドス、俺のあれに出とったよ。へー、うん、ストーリーにプクリポの方の。うん。騙されてたまるものか。邪悪な匂いプンプンさせたものめ。え、バグドー、まさか賢者エイドス様のことがわからないのですが。黙れ。誰に向かって口を聞いている。なんかバグドー目が言ってますね。本当やね。こっち悪いやつなんじゃない。そのじじいを牢に放り込め。両と我に顔を見せるな。ほほ、なるほど。バグドー名、難易なことになっておるの。この国ではこんな問題が起こっておるのか。かわいそうに牢に入れられる。とんがり帽子が切られてるっすね。ほんとや。ほんとや。バグド王に申し上げます。こちらの旅人が、うん、グレン城の兵士になりたいと志願しております。ほう、やっと一人前の証を持つ者が現れたか。なるほど、それなりに腕が立ちそうだな。だが我の目をごまかせると思うか。我が国に災いを戻って、なんでやさんとの者め。さすがはバグドー、一目でこの物の本質を見抜かれるとは。じゃこのゴマすり野郎。こいつもさっきのじじいと同じだ。牢に放り込んで一生出すな。え、あー、頭が痛い。やっぱなんかおかしいね。ね、頭痛が痛いみたいですね。頭痛が、マジで。
クソ頭が割れそうに痛むガートラントめえい、そいつを早く牢に我から遠ざけよう。はさあ来るんだ。本当ドラクエの主人公を牢に入れられがちですよね確かにね、何かっていうとシリーズ通して、ね、確かに入れられんと本物の勇者だなみたいな一旦はね、うん、あ、郵便箱のに旅人バザーから何か届きましたって。え、マジで売れたのかもしれん高めのやつが。そうややったぜマジやそれ今そして私ザンボアであります。実は先日も王の命令であなたのような罪なき人を牢に入れたのですが、すぐに釈放されました。ですからあなたもすぐに出してもらえるのではないかとこう思う次第であります。完全に今ちょっと8金が売れた喜びが買っとるいくらにしたの？390ゴールド。あーなるほど、はい、最安値にしたんで。なるほど、まあ、売れたな。売れましたね。ふむ、先ほど感じた通りお前は生き返しを受けたものじゃな。わしは世界を旅して知った。お前たちエテーノの民は冥王ネルゲルのやつに相当ひどい目に遭わされたようじゃな。あ、中身がもう見えるんですね、エテーノの民って。人間って分かってる。大変申し訳ございませんでした。どうかお許しください、エイドス様。なんでこの王様ご乱心なんですかね。ねえ、よくわからんね、これが。顔を上げられよ、示談兵士長。今の王ならわしにあのような態度を取るのも仕方あるまい。エイドス様、やはりエイドス様にはお分かりなのですね。王が以前のバグド王ではないと。実は王は先日まで病に倒れていたのです。あら。なんとか一命を取り留めましたが、以来ひどい頭痛に悩まされ、いつもイライラと全てを憎んでいるかのようなご様子です、うん、ガートラントに戦争を仕掛けるなど、たとえどんな理由があったとしてもおっしゃらなかったはずなのに、一体王はどうしてしまったのでしょう。あの頭痛さえ治れば元の優しい王に戻るのでしょうか。ロキソニンをじゃあ持ってこいって。そうだね。知っての通り、わしは忙しい。この国にもいつまで滞在できるかわからん身じゃ。うん。冷てえな、エイドス。忙しいね、エイドス。王の頭痛を取り除く方法がないわけでもないが。おでは、エイドス様、私にその方法を教えてください。王のためなら、たとえどんなことでもします。次男兵士長よ、教えるのならその他ではなくこのものの方が良さそうじゃ。お前の名はそうか、コミチンというのか。コミチンを王を元に戻すにはそれなりの覚悟と勇気が必要になるじゃろう、うん、この国を救う覚悟ができたならわしを訪ねて宿屋に来るがいい。待っておるぞ。なるほど、宿屋ね。王が今のままでこのオーグリート大陸にてひどい戦争が起こります、うん、そうなれば多くの民が苦しむことになる。コミチンさん、どうかお願いします。力を貸してください。よかろう。さあ城の出口までお送りしましょう。なんで一旦牢屋経由させたの王様以外は正常だってことですよね。そういうことや。なんで一旦牢屋にぶち込んだんだなんかあの玉座の間から出たら、うん、その手でいいじゃないですか。もうそうやね、しっかりと連れてかれましたからね。しっかり一旦ね一旦やっぱ入れとかんと何やあいつ自分の身を守らなかった入れたっていう何やあいつ入れましたよっていうそれは誰ももう王を止められんわ。もうそうだね、うん、いけるんやみたいな。もう王もどこやエイドス。あ、おらへんね。あ、おった。来
来てくれたかコムチン、うん、時間がない、素直に言おう。バグどもの様子がおかしいのは悪しき正気魔性に侵されているからじゃ、うん、わしはお前にあれほど激しい剣を示したのはわしらの中に聖なる力に感じたのためじゃろう。魔性のことは知っておるな、あのまがまがしき悪魔の霧のことじゃ。魔物がまとえばその力は何倍にも強まり、人が触れれば命を落とすか心を悪に染められるという仲間は忘れられた存在だった魔性が今再び活発化したのは冥王ネルゲルがこの地上に降り立ったためじゃ。コミチンよ、この国を救う覚悟はできたな。バグドウに取り付いた魔性を払うために必要なものは、いや何でもない、必要なものはレムールの聖杯じゃ。グレン領西の北部ベコン渓谷の奥に今も眠っておる。たやすく入手できるものはないからしっかりと準備をして赴くがいい。聖杯が入手できた頃またここで会おう。こいつはマジで手伝ってくれるんだよな。本当やね何もせんやん。